れ様って。スナック梅子やってるの？わかんない。ステージメイク疲れ様って。皆さん見てくれてましたか？見たよーって方、見たよーって方、今日は、今日のセトリは王道アイドルって感じのセトリプラス衣装でございました。まあスマイルガーデンなのでね。そう、今日は結構メンバーが、そう、いおりとかマイカが珍しくハーフツインをねやっていたりしたと思います。そう、今日のセトリは探せダイヤモンドリリー、部活中に目が合うなって思ってたんだ、ウォンチューウォンチュー、君と私の歌、イコールラブです。どんな感じだったんだろうステージ。そう、今回ね、そう、結構セトリがこういつもなんだろう、結構最近はサイコラブかっこいい曲とかそういう曲もあるけど、今日のねセトリは入っていなくて、そう、まあ衣装が本当にキラキラ王道アイドル衣装だったので、で、まあ、スマイルガーデンはねそういう感じで行きました。ホットステージもそんな王道ステージなのでしょうか、それとも違う感じなんでしょうか。皆さん楽しみに、ホットステージ4日の18時からぜひ楽しみにしていてください。イコラブね、明日はねないの。3日は出演はしないんだけど、のいみーちゃんもイコラブも、あとは4日です。そう、なんかやっぱ TIFF ってねすごい思い出だし、のいみーちゃんもねデビューステージで、イコラブもデビューステージだったので、そう、緊張って感じで、もなんかもう今日はこうセトリ的にすごい可愛い元気な曲が多かったので、もう楽しんで笑顔全開でいきましょうっていう感じでした。ハーフツインは分かんない、なんか違うの。最初はライカはなんかにしようとしてて、ねじりかな、まあ、なんかにしようとしてて、そう、でもなんか見たらハーフツインしてた。他のアイドルさんとは全然お会いしてないですね。基本楽屋から私たちも出ていないので、本当にすれ違いとかはあるけど、そんな全然誰ともお話とかはみんなしてないと思います、ほとんどのね。てか誰もしてないと。お写真ももちろん撮ってないですし、もうメンバーとしかいなかったかな。ノイミーちゃんとも会ってないんですよ。そう、私たちは会ってないです。入れ替わってか、入れ替わるってか。あ、でもなんかご飯は普通に食べたけど、なんかまあ選べて、そう、なんかお弁当みたいな、丼なんですよ。ティフっていつも丼があるんですよ。なんかね、今日のラインナップは、私が食べたのはなんか冷やし冷しゃぶごまだれ冷やしうどんを食べましたそう、丼なんですよ、なんか全部。そう、でもなんかいつもだったら結構メンバーみんなでそこに行ってわちゃわちゃ選んで、で、まあそこで結構ね
やっぱケータリングのとこアイドルさんも多かったりするので、まあ、ご飯選びながらアイドルさんとちょっと話したりとか写真撮ったりとかいろいろあったりするんですけど、今日はもうあのご飯を取りに行くのも私たちは行っちゃダメだったので、みんなでバーってだからもうずっとあの4種類ぐらいね選べたんだけど、みんなそれぞれ食べたいのを言ってマネージャーさんが全部取ってきてくださって、ずっと楽屋にいました。そう、え、嘘、冷やしって2回言った？わかんない、正式名詞わかんないそうだからもうずっとね楽屋にいました。本当にで出る時もずっとフェイスシールドをつけて移動でみたいな感じです。え、楽屋はうるさかったと思う。今日めっちゃうるさかった。なんかね、何の話してたのか忘れたけどめっちゃうるさかった。でも楽しかったです。サナとハモってはないけど、そう、かなー。何の話を楽屋でしてたかは忘れたけど、めっちゃいろいろと爆笑してました。暑かった、なんか汗垂れてきました。普通になんかパフォーマンスする前は全然あれだと思ったんだけど、あ、今日の動画が送られてきてる。今タイムリーでマネージャーさんから動画が送られてきてます。どんどん今 LINE が来てる。え、皆さんあれですか、見れるんですか、なんかアーカイブ的なやつって見れないのかな。でもノイミーちゃんの時間がさすごい暑かった。ノイミーちゃんすごい汗かいてたんじゃない？わかんないけど、だって2時台だったよね。私たちは6時50分とか7時近かったから、もうそれでもね普通に暑かったから。そう、7日まで見られる。お、じゃあ見れますね。そう、私たちはそう終わってライブがてかさ、ここにキラキラついてんだけど、てかね体がちょっとキラキラしてんのよ。なんかあの、そう、3周年じゃない2周年のコンサートで着た衣装をね今日は着たんですけど、紫の、そう、あの衣装めっちゃ可愛くて、もう本当に王道アイドルイコラブのね、なんか服の中で一番こうみんなのフリフリだったりこう結構ふわふわした可愛い衣装なんですけど、そうキラキラ、あれめっちゃ落ちるんですよ。でもキラキラするの。そうだからちょっとね私たちイコラブのなんか楽屋はすごいなんかキラキラしちゃってると思いますコラブの楽屋キラキラ説、キラキラ落ち、なんかねラメみたいな、なんかアイシャドウみたいなそうそう、メンバーは勝手にプリンセス衣装って呼んでて、なんかコンセプトが結構あのコンサートがプリンセスだったんですよ。プリンセスでなんかこう馬車みたいなセットとか、なんかこうお姫様みたいな階段だったり、ちょっとそういう系の階段だったりだったし、それの1曲目の新衣装だったりしたから、そうプリンセス衣装ってみんな紫のプリンセス衣装っていう風に呼んでます。勝手にね私たち衣装にね、衣装にも名前つけちゃうの。なんかカメオの衣装とかだったらカメオの衣装とかなんですけど、ズルズルの衣装、ウォンチューの衣装とか曲名なんですけど、なんかそれ以外のやつはなんか例えば緑と黒のチェックの衣装とか赤白衣装とか、だいたい色で言っちゃうかな。そう、水平さん船の衣装っていうかな、でも結構船の衣装とか、あと何があるかな、この前のなんかあの3周年で来たちょっとかっこいいやつの衣装はカメオのかっこいい衣装の方みたいな言い方したり、なんかみんなそれぞれで呼んでます。キラキラはなんかねそういうね、なんて言うんだろう、もう本当に細かい粒子なんですよ。
だからなんか落ちたらつけるとかそういうなんかレベルのものじゃないです。水色の水玉衣装は水玉衣装とか黒パーカーとか、そう黒セーラーとかいろいろです。マイカのハウス2円はね激レアですからね皆さん、多分ちゃんと押さえとかないと、いっぱい見とかないと、見れるうちに。いやキラキラ毎回足してないけど、別にそんな落ちたからといってキラキラじゃなくなっちゃうわけじゃない。もう全部がキラキラしてるから。違うの、今日ねさっきまでね携帯が真っ暗で壊れてて、壊れてるっていうか、そうでも治りました。そうこういうフェスの時とかはなんかシングルのこうなんだろうな、なんかシングルの衣装を着てなんだろう、テレビとかの時とかはその時の髪型じゃないと、宣材写真とか MV とかと一緒じゃないといけなかったりする時もあるんですけど、こういうティーとかは自由です。でもな、髪飾りがそれぞれあって、私と翔子がカチューシャなんですよこの曲は。そうこの曲この衣装はそうなので、あんまり バラエティ違うバリエーションがなくてそう。でもなんかその私ってどんぐらいカチューシャなんだろうって思って、いろいろ今までの今日ねなんか衣装を見返してたんですよ。そしたら今日の紫の衣装もカチューシャだし、で赤白衣装もカチューシャ、緑と黒のチェックの衣装もカチューシャだし、あとなんだろう、なんかいっぱい他にもなんかあったよ、なんだっけ、うんそうめっちゃ、あとねあと2個ぐらいきっとある。あ今回の黒のあのカメオのかっこいい衣装、3周年のやつもカチューシャだし、あそう水玉衣装もカチューシャ、やばカチューシャ高っ、カチューシャ率が高い。なんかでも髪飾りはその衣装さんとかが決めてくださってる時もあれば、なんか髪型をこう聞いて、しのぶさんとかがいつも結構表題曲とかになるとこうみんなでなんかね、大体カチューシャが2個ぐらいあるんですよ。でこの前のコンサートの時とかもそうだったんだけど、あのカチューシャが2個ぐらいあって、あとヘアピンとかなんかいろんなリボンとか、そうハーフツインのツインテールの渚キアラ用の結構ツイン系のやつとか、なんかポニーテール用のリボンとか、だいたい何個か種類があって、それで、うん、この子はこれっぽいねって、でもなんかちょっとここをもっとこの子に合うようにこうしようって一人ずつ決めてくださるんですよ。本当にありがたい。だからまあ自分の意思プラスそのいろいろメンバーとか衣装さんに相談して決めてもらいます。カープあと一人。私あんまハーフツインやんないんだよな。マイカピアス両耳だよ。というかもう本当になんか今日ねでも半袖で行ったんですよ。半袖で行って、だって今日27度とか28度だったじゃないですか最高気温が。最近暑いと思って。で半袖で行って、でも別に私は暑がりだから半袖で行ってよかったって思ったんですけど、そうでもねやっぱ帰りはちょっとね風があっ
ったりしたから肌寒かったけど、まあ別に大丈夫だから。そう、でも本当になんか夜はまあ涼しかったけど、まあ大丈夫かなって感じでしたちょうどよかった。結構みんな今日半袖のメンバー多かったかな。サナツなんかねノースリーブ着てたからね、寒いとか言ってたしかもサナ結構寒がりなのに、しかもまあでもノースリーブだけどなんかニット生地のノースリーブで、そうなんか秋物なのよちゃんと、だけどノースリーブで、そうでも可愛かった。セーター着てるの？マジで？早っ。暑くないんですか？あのね、暑がりなんですよ、本当に。本当に暑がり。カープ7対5で勝った。恋法、恋法、なるほど、換気で確かに窓とか開けるもんね。私もパジャマ半袖半パンなんだけど、結構ね、今日はのんのちゃんお疲れ様って感じ。朝からね、いたからずっとね、暇って言ってた一人だけ先に入りしてるから。でも今日私たちもすごいね、結構入りしてまあまあ時間があったから、まあ楽屋でなんかテレビ見てました。テレビ見てなんかギャハハハ言ってた、みんなで、みんなっていうか、そう、あ、他のステージの映像とかを見れなくて、私たちもそうなので、あのいみちゃんのもね、私は見てないんです。でもなんか今日のねステージはすごいね、なんだろう、不思議な感覚でした。いつもスマイルガーデンはファンの方がいらっしゃるじゃないですか。だからなんかステージ立った時にファンの方がいらっしゃらないから、前になんか不思議な気持ちだなって思った。そう、なんかあそこってさ、すごいこうスマイルガーデンってめっちゃファンの方がよく見えるし、なんかそうスタッフさんとかだけかな基本。だからね、なんかスマイルガーデンってすごいなんか TIFF のさ、結構 TIFF の中でもさ、ホットステージがこうメインステージっていうか一番ね、こうホットステージっていう感じだけどさ、スマイルガーデンもさやっぱ TIFF の中でのさもちろん大事なステージじゃないですか。だし一番多分お客さんが入るステージって分かんないけど、一番後ろまで使えばスマイルガーデンだと思うし、しかもあの近くでアイス売ったりね、いろいろあるから、なんか懐かしいなってすごい思いました。
だから今回スマイルとホットに1回ずつ出ることができてすごい嬉しいです。明日じゃない、明後日はホットステージです。なんか今日のまだねライブ終わってから、そうみんなでなんか先生とメンバーとで反省会をね、まあ、反省会っていうか普通にホットステージに向けてここをちょっと変えよっかみたいなね、まあ、話とかを最後してたんですけど、そうでもまあ先生もすごい褒めてくださったりもしたし、そうすごいみんないい笑顔だったよって言ってくださってたり、そうでもちろんねこう気をつけるところとかもまたあって、今日やってみて分かったこととかあったから改善しながらだし、まだやっぱりこうなんだろう、カメラを見るっていうことって今まではやっぱりこうカメラを意識するっていうよりかはもちろんカメラも大事やけど、その場にいるお客さんに届けるのがこう一番だった。だけど今回はその場にいるのその届けたいのがもうカメラの向こうやから、そうどうしてもね、そうでなんかこっちがなんかねカメラ何台もあるんだけど、最初はこっちを向いてたけどこっちが赤いランプとかついたからこっちを意識して向いたりとかしてたんだけど、例えばカメラが赤いランプがついたらでもなんかそれはスイッチとかさ切ったりするのにも寄ったりするじゃないですか。だからそこのね調整がやっぱまだ難しくて慣れなくて、そうだからそうどっちかといったらなんかまあ収録じゃないけどそのままもリアルタイムで流れていくけど収録みたいなね感じだから、なんかそれもこう今無観客ライブ私たちもやったし、そうでもやっぱ無観客ライブ私たちが前やってた時とか、まあ最近では3周年とかこうなんかいろいろ何回かね最近もそういうのがあったりしたけど、何の時だっけな、今日やった衣装で2周年の衣装でソフトバンクさんのさ公演とかもねやったりもしたけど、なんかやっぱり何回もさ、それはカメラリハが結構こう自分たちのライブだからコンサートとかだったからもう入念にさこうカメラマンさんとリハの時から来てくださって、大事なところは、まあ、全部確認とかはできなくても大事なところは誰々はこのカメラ誰々はこのカメラねって決まってたりもするけど、やっぱ今日とかはもういろんなアイドルさんがこう出られるし、そうなのでもうそういうことがねやっぱできないからもうその一瞬でどうなっちゃうかだからめっちゃ怖くて緊張しましたそうでもなんかやっぱすごい記事とかにもねなんかフルメンバーで出演みたいなの書いてあってなんか嬉しいなって思いました。でもなんか今年さこう瞳がさ9月に復帰をしたじゃないですか。そうなったらさもしもともとさ10月っていうなんかオリンピックのさあれで10月開催予定で TIFF はとか、まあ、まだ8月とかの段階だったらライブがねオンラインでもできてるかもわかんないじゃないですか。だから10月に回しててねよかったかもっていうとこはあるかもしれないけど、なんか9月以降だから10月だから今瞳も一緒にこうやってね出ることができて、そう12人でそう迎えられたからすごいねよかったなって思いました。だからなんかまあ確かに
やっぱティフってさ、ファンの皆さんがいらっしゃって、もう夏の暑さで炎天下だけど、もうアイドルも必死、ファンの方も必死っていう、あのさこう感じがいいじゃないですか。もうザ・ティフみたいな、すごいそういうステージだけども、だけどやっぱりもちろんオンラインよりかはその生でのステージの方がいいっていうのはもちろんあるけど、でもまあなんか残念だ気持ちだけじゃなくて、そういう風にもしかしたら普通にいつも通りコロナも関係なくとかで、8月に TIFF がねあって出させていただいてたら違う人数だったかもしれないし、だから今日ね12人でこの TIFF に出れたことがすごい良かったなって思いました。そう、夏の暑さは好き。あの TIFF 何回目だったんだろう。イコラブが TIFF が4回目でした。やばくない？4回目ですよ。なんか9月6日がデビュー日だから3周年って言ったばっかだけど、ティフはもう4回目なんですよ。4回目。いいかな、アンはトータルで多分7回目ぐらいかな。ティフ7連続ぐらい出てるよまあまあ出てる方 やと思うわ。ティフに実は出てる私、意外とベテランかもティフだけはあれ7回かな、わかんないスクール時代にそう出させていただきました。え、今年10回目なんだっけ。今年ティフ11じゃないの、10回目。どうだったかな、常連さんかな。実は7回目11回中7回。何年、2015年ぐらい、2015、16、あれ17回、6回、え、わかんない、何回だっけ。あ、でもあれ持ってるかも。この中にね、TIFFのね、いろいろ持ってるよ。2014だ。2014、15、16持ってる私、実は。いろいろ持ってるわ私。AKB48 ショー、稲妻ロックフェス、さやかソニック。そう、2014、15、16持ってる。なんでだろう。ほら、見えますか？ちょっとお名前を隠そう。お名前は隠さなくていいか。本名だ。ってことは7回目だ。だってこれ前のグループの名前書いてあるもん。ほら、ちょっと所属は一応今は隠そう。ほら、もたな、イエーイ、3枚あります。2014、15、16で17からイコラブ、18、19、20、7回目です。やばいね、意外に出てるティフに。でも前のグループの時に出たことあるステージはスマイルガーデンも出たことあります。
そう。あ、そう、まなみのりささん、今日さ、指原さんのさ、ツイートでさ、びっくりした。そう、まみりさん。そう、あの、まなみのりささんっていう、もうね、私、アクターズの先輩なんですけど、そう、まなみさん、みのりさん、りささんで、まなみ、みのり、りさってすごくないですか、まなみのりささん。そう、まみりさんなんですけど、そう、私もずっと小さい頃、本当小学入った当初からてか憧れて入ったし、私まなみのりささんに、スクールにね。それで小学校3年生からずっと、ちっちゃい頃からすごいいっぱいお世話になってて、そう、そう、ずっとお世話になってました。だから連絡先とかも全然知ってる、今も LINE とかも知ってるけど、そう、でもやっぱめっちゃ年がやっぱりもう先輩の方やったので、そんななんかお友達とかいうあれじゃないんですよ、なんかもう先輩っていう感じなので、私からしたら、そう、もう尊敬みたいな感じでした。そうで、なんか3人組なんですけど、ハモリとかすごい、やっぱパフォーマンスがそうすごくて、そう、いおりさなみたいなことか、あ、そうそう、そういうことそういうことなんですけど、そう、それでなんか多分シアラさんのツイートでおすすめのこうアイドルさんとか教えてくださいっていうやつにファンの方がコメントしてて、それに誰だったかな、まなみちゃんかな、誰かがなんかツイートリプをされてて、そう、だから私は沸きました。指原さんがまなみのりささんとって思って、ちょっと私はあの時沸いてました。あのツイートを見てちょっと湧いてましたね。なんかちょっとぜひ皆さん見てみてください。俺いいねもらったん、すごいやん。 YouTube とか、うん、全然 MV とかあると思う。あの何個上とか、何歳とか、私が今22だから分かんない。そうだ、そう、それ今日びっくりしたことだ、嬉しかったし、しかも そんな感じかな今日は。もう今日はそうね、指原さんにはお会いできなかったんだけど、そう、あ、でもちょっとだけあの萌ちゃんのトークステージはショールームだったから少し見れました。ちょっと見たよ。なんかさ、萌ちゃんの喋り方ってさ、優しいよね本当に。なんかしっかりしてるんだけど、喋り方が本当になんかもう優しいんだろうなって、いい子なんだろうなっていうのがにじみ出てる喋り方、なんか私には持っていない喋り方でもなんかメロンパンはすごい分かったわ、分かる。なんかメロンパン、自分を例えるみたいな、なんか違う、自分を一言で性格とかなんかいろいろ表すとみたいな質問にメロンパンって書いてて、確かにって思った、言われてみれば。なんか見た目はしっかりしてそうに見えて、で、まあしっかりもしてるの、外ね、しっかりはしてるんだけど、多分ちょっとふわってしてるとこもあるっていう、そう、すごいいい例えだなって思いました。私は例えるとしたら何にしようかな。でも大体さ、中がカリッとしてて外がふわってしてるものたまないじゃないですか。まあ、大体のものって外がカリで中がふわで例えちゃうんかな。もちもち系、伸びるとか、そっち系かな。アンナを食べ物に、こう性格をですよ、見た目じゃなくて、アンナを食べ物で性格
を食べ物に例えると何ですかね。私梅干し、ね、私ふにゃふにゃなんですか、どういうこと、カリカリのカリカリ梅の方ですか、カリカリなんですか私。それ種もカリカリだからさ、あれじゃないですか、味の変わるガム、なるほど、何噛めば噛むほど味が変わっていくみたいな、それ喜んでいいの私。あんちゃんは仲が固い、芯が強い、おお嬉しい。芯が強い食べ物って何、卵焼き、すごい理由聞きたい。ショートケーキ、めっちゃ可愛いやん。お米、吸収すればみたいな。みんな絶対さ適当に言い始めたやろ、適当に思いついた食べ物書いてるやろ。萩の月うどん、なんでですか、みんなのなんか理由知りたいんですけどちゃんと理由知りたい、なんでチーズなんなんですか、皆さん教えてほしい。そう、もう大喜利になってきてるでしょ今、食べたい食べ物って知らんがな、知らんがな。私たちはでも今日ライブ前5時ぐらいに夜ご飯を食べました。5時ちょい前ぐらいかな、まあ5時ぐらいかな、食べたかな。なんかね、ティフといえば絶対に油淋鶏があるイメージなの。今日もあったけど、私は油淋鶏じゃないのにしたけど、油淋鶏食べてた、メンバー結構多かったな、4種類あった。4日は何があるか楽しみです。そう、でも今はお腹は空いてないかな、そんなに。芯があるということでパスタ、あーなんかちょっと嬉しい。でも茹でたらもう揺れ揺れよ、芯なくなっちゃうまあケータリングっていうか、まあご飯だけどね。アボガド、なるほど、外は柔らかいの、中が強い。私外柔らかいんですか、自分がまず分かんない。なんか食べ物に自分をしてくださいって言ってる割には自分の性格がもう結局よく分かってない分かってない。5つの特徴、私の特徴ですか、でも性格だもんね、見た目じゃなくて。私の性格ってなんだろう、私の性格は自分で思うに、なんか普通、まずなんか多分なんだろう、特に変わった発言とかしないし、芸能としてはあんまりそれって多分よろしくないんだけど、本当になんか普通で、まあ多分根は真面目ってよく言われる。でもうるさい時はうるさい、多分元気で、まあ、活発な人だし、あと私の性格は涙もろいでも最近あんま泣いてないな、そこまで。なんかこのさ4個5個とかがさ、でもたまに多分カマチョ、なんか人と結構痛い時もあるから普通に、でなんか多分抜けてるとこもある、えあんな、え何言ってんのみたいな時もある、しっかりしてない時もあるから分かんないね、こんな食べ物ないですもんね。やっぱダメだ、無理だ。私の自分が思う性格です。ごま豆腐、杏仁豆腐、なんで私豆腐なの、
だから難しいね。ちょっと私も無理だ。ファンの皆さんに聞くのはちょっと申し訳なかった。でももしなんか私の性格っぽい食べ物を見つけたら、ぜひリプで教えてください。なんか見た目だと多分どうせちっちゃいものとかを言ってくるの分かってるから、性格がいい、なんか性格とかでこう内面的なことでやってほしい。私っぽい食べ物を選んでほしいです。いいのが思いついたら理由とともに私へリプしてください。待ってます。一回見た目で言ったらどうせ米粒とか豆とかトウモロコシの一粒とかもやしの豆の部分とか言ってくるんでしょ。いらないよそんなこと。ごまとか言ってくるんでしょ。いちごのつぶつぶのとこだけのとことか。小麦粉ってポップコーン嬉しいね。ポップコーンでもお米は嬉しいよ。でも白いじゃんお米。いいの？ツヤもあって日本の宝ですよ米は。日本人は米を大切にしなきゃ。米みんな大好きだもん。だから嬉しいよ米って言ってくれるのは。でもね米って一粒じゃやっぱ物足りないじゃないですか。だからたくさんの人がたくさんのお米が集まって一口になるわけじゃないですか。でその一口でこうファンの皆さん満足しますよね。ご飯を食べた時これが美味しいってなりますよね。だからやっぱり人間は一人じゃダメなんです。みんな米も米のようにみんなでくっついて支え合っていかないとダメなんですよ。そう12粒でも足りないでしょ。そうだからでもそれは周りのスタッフの皆さんとか支えてくださる皆さんとかファンの皆さんとかが集まってお茶碗一杯のお米が出来上がるんです。ご飯が。そうでそれがお餅になったりもするし。そうでもちろんお米を炊くことには水も必要だしっていう話の終着点がない話になってきたので、ここまでにします。もうちょっとね脳みそがね回ってない。はい。でーす。だったらすぐうまいこと言ってる体に持ってっちゃうからな。でもねなんかいつも結構 TIFF の日は朝から結構夜まで TIFF の会場にいたりすることも多くて、でなんかこう午前中になんか出てステージあって午後にもう一個ステージみたいな2個ステージの時とかもあったから、今日はそんなになんかもういつものティフみたいに疲れてはないです。いつものティフはもう本当に、まあ、しかもまだ1日目やし、でまあ明日1日私たちはあのティフは出演はないので今日はまだ元気な方かなって感じで、もうとりあえずさっき送られてきた映像をね送っていただいた映像をチェックします。怖いよ見るの怖いよって感じだけどチェックしていろいろと反省点を書き出して、あさってに向けてまたいいパフォーマンスができるように。しかもホットステージで、しかももう最終日でもうももクロさん
エンディングももクロさんイコラブなんですよ。だからもうすごい大事なところにねタイムテーブルで置いていただいてるので、すごいやっぱりそれなりのそれ以上のパフォーマンスをしないといけないと思うので、でも本当に今のね12人になったらできるって私も思ってるし、本当に今もずっとメンバーの空気感とかそういうのが本当にとてもみんなのなんだろう空気感がすごくいいので、はい、心を一つに頑張りたいと思います。もののふさんにはねたまにお世話にねなってますね。あやカーニバルの時とか応援しているってつる子さんありがとうございます。でも本当に TIFF ってもうアイドルの世界中のね、今年は日本だけじゃないし、日本では世界最大級だし、しかも多分世界最大級のアイドルフェスティバルが TIFF だから、イコールまあ日本でも最大級だと思うし、やっぱりなので、でも明日ももクロさんのステージ見たいな、見れないのかな、そうだよ今バーチャルの世界にも行ってるからね TIFF は。いやもう3日間でそう出るアイドルさんの人数はすごいですよ。何組いつも何組だろう、何組何千人何千人何千人は出ないかな、分かんない、1000人ぐらいかな、分かんない、いつもどんぐらいだろう、顔いやなんかちゃんとでもここ1週間以上ぐらいの体温をそれぞれ紙に書いて、でその日の体温もスタジオ入る前に測ってもらってからみんなスタジオに入れるので、でも毎回出ますよね TIFF 終わった後かなんかに、今年は100何組何千人の何千何人のか分かんないけどのアイドルが出演し来てくださった来場者数は何人みたいな毎年出てる、まあ、今年は来場者数は分かんないかもしれないけど、分かんないっていうかねあれだけど、ね、まなみのりささん歌声綺麗、10万なの、そうなの、知らなかった。イコラブのステージを一人でも多くの方に見ていただいて、イコラブ応援したいなって思っていただいたり、24ガールズ見に行きたいなって思っていただけるように頑張りたいと思います。そんな感じで今日はそろそろ終了したいと思います。また明日お会いしましょう。13位高市さん、12位中著さん、11位アンパンチさん、10位とも、9位がユーシスさん、8位がイトコンさん、7位がさくらさん、6位がクロウさん、5位がレグルスさん、4位がユカニン、
3位が人生じいちゃん、2位が MKT さん、1位が佐品ゆいさんです。ありがとうございます。1人目、カツオさん、2人目、タカラさん、3人目、てれん、まちこさんの3人です。それではていうか今日平日なんですよね。確か今日は金曜日ですよね。明日が土日だ。ではじゃんけんします。せーの、てけんじゃんけん、じゃんけんパーパーです。それではおやすみ。ミートボール弁当箱、さよなら、バイバーイ。